どうでしたか今日。そうですね、やっぱりこうドラマからの挑戦状ってこうドラマの、はい、新しく始まるドラマの、はい、日本のもうトップクラスの俳優さんたちが、はい、こう演技でこう騙しにかかってくるので、はい、多分視聴者さんの方に見ててすごい難しいと思うんで、はい、でもお二人も出されましたもんね、そうですね、私も、はい、クイズやらせてもらったので、ぜひちょっと、ね、あの真剣に見に行った時も目を離さず見ていただけたらなと思います。若干ですけど、お二人が出された問題は爪甘かった気がする。そうですね、確かにね、それは思いました。爪がね、うん、はい、設定が良かったと思います。そうなんです、はい、結構ちょっと、はい、点数的にライバルな感じしましたよ。いや、ポイントで、ね、はい、本当に、うん、どっちが勝つか、どっちが勝つかぐらいの、うん、ちょっと意識してました途中から。そうですね、あまりにもね、やっぱ龍星君と僕の推理が被りすぎるという。確かにね、はい、いろいろ被ってましたもんね、いろいろ被ってました。どっちかというと岡崎さんと被るかなと思ったら全然被ってなかった。全然被らなかった、ね、はい、その辺の展開もちょっと、そうですね、はい、狼少年2時間スペシャル1月14日金曜夜7時ぜひご覧ください。狼少年日曜劇場 DCU の嘘を見破れ。耳をコチコチされているのはどっち？失望を我慢しているのはどっちだ。金曜夜7時。